皆さんこんにちは。鼓動の船橋雄一郎です。中込健太です。この度鼓動は結成35周年を迎えまして、この夏東京のサントリーホールにて3日間それぞれ多彩なプログラムをご用意したコンサートを催すこととなりました。初日は出会いと題しまして、オーケストラの皆さんと共演いたします。世界初演となる曲を2曲、それから結成当初より演奏されているモノプリズムという曲を演奏いたします。そして2日目は螺旋と題しまして、坂東玉三郎さんを芸術監督にお迎えしてからの作品作りの中で作られた楽曲を今回また新たな演出を加えて演奏いたします。はい、はい、そして3日目は飛翔と称しまして、それぞれにストリートダンスと男子新体操をルーツに持つ、ダズルさん、そしてブルー東京さんという素晴らしい、ダンスグループとのコラボレーション作品となっております。こちらも今一生懸命作っております。3日間多彩なプログラムをご用意いたしました。進化を続ける我々鼓動の魅力、そしてこのサイヤでしか味わえない太鼓の音をぜひ体感していただければと思います。この夏サントリーホールにてお待ちしております。